にちは、トモです。前回はですね、サーティフィケートの書き方ということで、英語でのね、書き方についてレクチャーをしました。今日はですね、その話の延長線として、実際のプリントにはどういうふうなサーティフィケートがつくのかということで、実例をですね、お見せしたいと思います。今日紹介するサーティフィケートの大元のプリントはですね、こちらです。はい。わかりますか？いわゆる劇場のドレッシングルームですね。そこで、まあ、役者さんが化粧しているところ、まあ、あるいはその衣装の準備をしているところですね。かなりね、大慌てで皆さんやっている様子がよくわかりますよね。何人もの人がもうぎゅうぎゅう詰めで鏡に向かっている、そういった様子がですね、映り込んでいます。これはですね、誰が撮った写真かというと、はい、裏面がこういう風になっているんですね。読めるでしょうか？これ真ん中にですね、はい、ロベール・ドアノーっていう風に入っているのがわかると思います。これね、フランスの写真家ロベール・ドアノーのプリント、しかもヴィンテージプリントになっています。これはですね、ロンドンのギャラリスト経由で購入したプリントになってます。今年手に入れました。僕にとってはロベール・ドアノーというのはですね、特別な写真家で、昔から好きな写真家なんですね。僕の父親がですね、ものすごいカメラマニアなんですね。もう本当に僕が小さい頃からもう家中にクラシックカメラだらけという感じで、毎日ね、なんか違うカメラが家の中にあるわけですね。僕がカメラに興味を持ち始めた頃、とも、このカメラを使ってみようみたいな感じでね、いろんなカメラを使わせてくれて、親父、この間までこんなカメラ持ってなかったよねみたいなね、そういった話を毎日してるような感じだったんですけども、まあ壊れたカメラを持ってきては修理して使うとかね。で、またそれを販売して、また違うカメラを手に入れてということをね、したりとか。親父の周りにいた人たちもものすごいカメラマニアの人たちだったんで、そういった人たちからカメラを借りてきて、それを使って写真を撮るということをね、してた父親だったんですね。なので僕自身もですね、写真に興味を持ち始めたのが中学1年生ぐらい。なぜ僕が写真を撮り始めたかというと、小さい頃から動物が好きで、猫をね、飼いたかったんですね。なんとか猫を飼いたいんだけれど、僕の母親がね、動物が嫌いなので、まあ嫌いというか、母親は小さい頃ね、いろんな家畜に囲まれて生活していたということを聞いているので、もうなんか動物はもう嫌というのをね、ずっと言われていたんですね。だからね、どうしても猫が飼いたい、でも飼えないから、じゃあまあ野良猫をね、写真撮るかということで、僕はあの新宿に生まれたんですけど、ほんとね、そこら中の路地に野良猫がいたので、でそのね、野良猫たちを、まあ、写真に撮ることで何か楽しめるんじゃないかということを思って、まあ、そういった形でね、写真を始めてって、で中学1年生ね、あの何の話かというとロベル・ドアノですよ。まあ、ある日父親がまあ写真集をね、いろいろ見せてくれるわけですね。でその中にはアンリ・カルティエ・ブレソンとかブラッサイとか、そういったね、フランスの巨匠たちで、その中にね、ドアノの写真集があったんですね。で僕はね、ドアノの写真がね、一番心に響いて、なんかね、街の中で何気なく遊んでる子供たちの風景とか、市井の人々をね、写真に撮っている、そういったのがね、すごくね、響いたわけですね。ドアノはフランス人だから、もちろんね、僕にはフランス語はわからないけれど、全く違う写真という言語で、僕が見たこともない世界を教えてくれたのはやっぱりドアノだったんですよね。いつかね、ドアノのね、写真プリント手に入れたいっていうのはね、もう考えもしませんでしたけど、だまあダメ元でね、あの知り合いのギャラリストに相談してみたら、まあ僕でもね、なんとか手に入るような値段で買うことができるということが分かって、今年ね、とうとう手に入れました。ドアノーです。これね、もうあのヴィンテージプリントなので、ドアノが生きてた頃に焼かれたプリントになっているんですね。でこの裏面にね、ちょっと説明をすると、まあ真ん中にあるこのスタンプ、これがね、あのドアノのスタジオのスタンプですね。フォトロベール・ドアノということで、あとね、周りに住所が書いてあって、だまあここが発行したプリントですよということがこのスタンプから分かると。でこの2つはですね、フォトエージェンシーですね。このね、下にあるラフォというのも、これはね、フランスのエージェンシーですね。でこっちのブラックスターというのはアメリカのエージェンシーで、でもロンドンに支部もあって、これはね、ロンドンのスタンプになってますね。はい、だからね、これはね、つまり印刷原稿ということですね。まあ、昔は今のようにね、インターネットもなかったので、作家自身がいろんな雑誌に寄稿するっていうのはなかなか大変だったということで、エージェンシーを通して寄稿していたと思われるんですね。だそういった形の、まあ、印刷原稿なんではないかなというふうに思います。だからね、このね、タイトルもこういうふうなね、ラベルで貼ってあるわけですね。数字の10と書いてあって、 The Dining Dressing Room of the Artists There is only one ということでね、つまりね、これはまあ役者さんたちのドレッシングルームだと。
でもこの劇場には部屋が一つしかないからみんなここで化粧してるというふうなねタイトルになってるんですね。面白いですね。このねギチギチの中でドアノも入ってこの瞬間を撮ってるっていうのはねすごく見事な一瞬ですよね。こんなにね何人もいるわけですけど誰もドアノのことなんか気にしないわけですよ。まあそのねパッとね撮っちゃう感じもねやっぱりね巨匠ですよね。ほんとなんか映画の一場面みたいなね。ここで会話をしてるわけですね、このね女性同士がね。ドアノのプリントが手に入りました。で今日の話はこれのねついてくるサーティフィケート、それがねどんなものなのかというところが今日のミソですよ。はい、でねこれがねサーティフィケートです。はい、じゃじゃん。はい、これねギャラリーが発行してくれたサーティフィケートになってます。はい、よく見てもらうと一番上にマイケル・ホッペンギャラリーと書いてあって、で作家名ロベール・ドアノと書いてあると、でその下に前回も説明しましたサーティフィケート・オブ・オーセンティシティというふうに書いてあって作品の図版が載ると、これねしっかり大きく載せるといいでしょう。はい、でその下にですね作品の説明、作品のタイトルがここにちゃんと、これはねイタリックで書いてあるのでタイトルだということが判別できます。でその下にこのねプリント裏面にどういうふうなスタンプがあったかという説明がありますね。 Various Credit Stamps Including Photographer's Credit Stamp and Press Label ということで、作家のクレジットスタンプとプレスのレーベルのスタンプがね押してありますよということが書いてある。でその下にヴィンテージシルバージェラチンプリントであることとペーパーサイズを書いてますね、紙のサイズですね。前回は写真の場合はシートサイズとイメージサイズの2つを記載するといいでしょうということをですね説明しましたが、これの場合は余白がないプリントになっているので、つまりシートサイズとイメージサイズが同じだよということですね。だからこのサーティフィケートにもこのペーパーサイズだけが記載されています。でこの Bought from Michael Hoppen Gallery ということで2019年の8月に購入したものだよということを記載してくれている。そうすることで私がこのギャラリーから正式に購入したんだよということがわかる。で最後にそのギャラリストのねサインが入ってますね。で前回ね動画の中でちょっとうっかりしてて忘れちゃったんですけど、まあね、そのサインした人が誰なのかということのね詳細がやっぱ必要なので、こういうふうにねちゃんと住所であったりとか電話番号、メールアドレスね、そういったものを入れましょう。そうすることで発行した人が誰なのかっていうことと、その人がどこに所属していてどういう人なのかということも説明できる。これねやっぱ大事なことですね。どこで発行したのかということを記載しましょう。これねちょっと前回ねお話しし忘れていたので、紙もね結構厚手のいい感じの紙が使われています。まあ一応ねこのマイケル・ホッペンギャラリーのサーティフィケートなので、まあマイケル・ホッペンさんにもねちゃんと確認をして、こういった動画の趣旨で紹介したいんだけれどどうでしょうかということで、ぜひ使ってくれると思うということをねちゃんと言ってくれていたので、まあ今日はねそれを紹介しました。まあこんな感じでねプリントとサーティフィケートをセットで発行しましょう。そうすることで誰が見てもねこのプリントの出どころ、つまりプロビナンスがわかる。でそれが正しいところから発行されたもの、正しいところから販売されたものであるということがわかるので、作品を買う人は作品だけではなくてねサーティフィケートをちゃんとつけてくださいというふうに言うと、で作家さんはこのサーティフィケートをちゃんと発行してつけてあげましょう。でねサーティフィケートを発行したら購入者にお渡しするということは大事ですけど、自分でもね控えとして保管しておくことで誰に何をね販売したのかという記録にもなるので、このねサーティフィケートの考え方ぜひね皆さんもマスターしてください。それとね前回の動画でコメントでねいくつか質問をいただいて、プリントの裏面のサインというのはどういうものがいいのかというね質問をいただいたので、それもねちょっとお話ししたいと思います。でねプリントの裏面、まあ先ほどのねドアノのプリントに関しては作家本人のサインがあるものではないので、これねちょっと参考にはならないんですけれども、別のね参考としてすごくいいなと思う作家さんのねプリントがあるのでそれをお見せしたいんですが、それがこちらです。はい、これはね写真家の山谷雄介くんの作品になってます。彼のね一番最初に作られた作品「次の夜へ」というシリーズがあるんですけれども、その中の1枚、これね私は2014年の彼の個展でね購入したんですね。でこのね裏面に彼はサインをこういう風に入れてるんですね。これね僕はすごくね明確でいいなと思うんですね。つまり作家さんのねサインを手書きで入れていて、でその下にそのねサインが誰なのかということがすぐ分かるようにスタンプを作って押してるんですね。ユースケ・アマタニという風に押してある。でここからがねミソですよ。ここね左側にネガティブ、つまり取られた年代を入れてるわけですね。でこっちにプリントということで、
つまり撮影年とプリントを作った制作年を別々で記載してて、でこの真ん中にエディションを入れてるわけですね。エディション5のうちの3番目ですよということが書いてある。これねすごいシンプルでね、かつ情報としてはすごくはっきりと伝わる内容になっているので、これねすごく参考になると思いますね。これあの山谷くんの許可ももらったのでこういう風な形で紹介してるんですが、前回の動画でもお話したように、やっぱり撮影年とプリント制作年ってどっちかだけでもやっぱ情報としては曖昧なんですよね。で昔の作家さんだとやっぱりなかなかね当時の記録をちゃんとしている人ってのはやっぱり稀なので、そこは仕方ないと思うんですけども、今はねこれから作っていくというね皆さんにとってはやっぱりこれちゃんと書いておくとすごくいいと思います。でね、彼の場合はちゃんとそのねエディション5であったら5枚分をねちゃんとその2014年にきっちり全部作って保管してあると。これねやっぱり理想的な作品の作り方ですね。受注生にしないというところねポイントですね。でね彼は紙を洗い板使ってるんですけども、これねちゃんとねフェロー掛けしてるんですよ。これもなかなか見事ですよね。今時なかなかこんな面倒なことしないですよね。もう昔はねあのいろんな例えば雑誌に寄稿するとか印刷原稿にはフェロ掛けして、あの耐久性をね強くしてそういった形で送っていたりしたんですが、最近だとねあんまりもう機械もねもうほとんどないみたい で、まあやっぱりフェロ掛けはやっぱりそのバラ板にやることでねすごく意味があるということで、彼はねちゃんとそういうこともねやってるんですね。これ作品として販売する上ですごく大事なことですよね。だ写真ってその撮ったイメージとかそういったものでねやっぱ評価されがちなんですけど、ちゃんとねこういったものに落とし込んでいく時のやり方とかそのクオリティっていうところをねすごく自分でもやっぱりコントロールはいくらでもできるなということを思うので、このね山谷くんのプリントはねすごい参考になりますね。これ当時ねほんとすごい安い値段で、もう本当に彼がねデビューした2014年に購入することができたのですごいね安い価格で買えたんですけど、今もうその何倍もするので、やっぱりねちゃんと気になった時にね買うっていうのはすごい大事ですね。例えばねこの山谷くんのプリントは僕は別のも持ってるんですけど、はいこちら、これもねこれ今年かな、今年か去年末にね購入したんですけど、山谷くんのねその次の夜へさっき説明したシリーズですが、それのね代表的な一枚ですね。これね僕はねその2014年にね買おうかなと思ったんですけど、僕はねどうしてもね性格がね天邪鬼なもので、みんな好きそうなイメージはやっぱ避けるべきだなというね変なねこだわりがあるんですね。だからその時はね、これじゃなくてやっぱりこの小学生がねこのガンを持ってるっていうね、ちょっとラリー・クラークっぽいね、でも日本っぽいイメージね、これをねやっぱいいんじゃないかなと思って購入したんですけど、時間が経ってみてこれねこのリーゼントロカビリーのね後ろ姿、これはねやっぱりしっかり押さえておくべきだなということで、最後のねエディションなんですね。これエディション5のうちの5番目のエディションなんですね。そういったものをやっぱり手に入れた。あの山谷くんはステップアップ式の値段をね設定しているので、つまりエディションが若い頃に買っていれば安いんだけれど、エディションがね進むにつれて高くなっていく、そういった形なんですね。だからまあさっきのね小学生のプリントとね、やっぱりこれと比べるとやっぱ何倍かのね購入価格に差があるわけですね。まあねちょっと高くつきましたが、山谷くんのねこの素晴らしい一枚をね手に入れることができたので、まあ良かったなと思いますね僕は。こういったねちゃんとお金を出して買うっていう時にもそのサーティフィケートをつけてもらうっていうことをしましょう。で基本的にねギャラリーから購入する場合はそのギャラリストが発行してくれるので、ギャラリストが発行してくれるサーティフィケートを保管しておけば間違いないと思います。そこにはねやっぱね最低限サインは作家自身のものっていう形にねしてあった方がいいと思いますね。まああとねついでの話なんですけど、こういったプリントのねあの保護剤、こういったねやっぱねプリントは素手で触らない方がいいので、専用のねラッピングね、こういうのもね専門店で買えるので、これね僕としてはおすすめは PGI というねギャラリーでいろんなこういったね素材を買えるので、あとねこういったプリントをね収める箱というのもね、こういうストレージボックスというのがあるんですけど、これもねやっぱちゃんとね中性子のね使えてる方がいいので、これね PGI、 あここに書いてありますね PGI ってね、ネットで調べると出てくるので、これ PGI のストレージボックス探してもらえるといいんじゃないかなと思いますね。やっぱりねプリントってのはやっぱ紙なので、ちゃんとしたね保存の仕方をしないと簡単にカビが生えてしまったりとかねしてしまうので、でもねこれもねちゃんと重要なのは、例えばね100均の袋とかをね使ってしまうと、ああいったビニール素材っていうのはガスを発生させるので、あのガスがプリントを劣化させてしまうんですね。だからちゃんとね写真のプリントに適した袋というのを手に入れて、でこういったね専用の袋というのは
サイドがね空いてるんですね。どちらとも出すことができるし、ちゃんとプリントが呼吸できる、そういった作りになってますね。でこういう風にね、ただ袋ではなくてめくれるような形に、ね、なっているので、まあね、こういったものにちゃんと包んでおくというのは大事ですね。写真プリントっていうのは、まあもちろんね、額装して飾るということもできるんですけど、こういった形でね、プリントで保存をしておくということもね、これも一つの集め方だと思うので、ぜひね、参考にしてもらえたらと思います。という感じで、今日はロベール・ドアノのプリントと、山谷裕介くんのプリントを見ながら、サーティフィケートね、実物がどんなものなのかということで、はい、こちらをね、お見せしました。参考になればと思います。やっぱこれはね、クリーム色の紙を使ってますね。で、レーザープリントかな。すごいね、光沢、文字がね、ちゃんと光沢があっていい感じですね。いい感じの仕上がりになってます。見えますかね。はい、こういったサーティフィケートを保管しておきましょう。こんな感じですね。まあ今日は前回の動画に書いていただいたコメントに対する返答を一部させてもらいました。コメントを書いてもらえると動画の中でお返事ができると思うので、何か気になることがあったらいつでもコメントをね、気軽に書き込んでいってください。あとですね、たくさんの視聴者の方にね、チャンネルの登録をしていただいていてありがとうございます。ぜひね、今年中にね、登録者1000人を目指しているので、動画の下のところにね、チャンネル登録という赤いボタンが出てると思うので、まだね、登録してない方ぜひ登録をしていただけるとね、嬉しいです。でね、登録者が1000人を超えると、またね、いろんな機能が使えるらしいので、まあ、まだ登録してなくて、毎回新しい動画が公開されたら見るという人もいると思うんですが、登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、また。